ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、I Want to Tell You, I Want to Tell You は、ビートルズの楽曲である。1966年に発売された7作目のイギリス版公式オリジナルアルバム、リボルバーに収録された。作詞作曲は、ジョージ・ハリスンが手掛けていて、アルバム、リボルバーには、本作の他に、ハリスン作のタックスマンや、 ラブユートの収録されていることから、リボルバーは一枚のアルバムとして、ハリスンの作品が最も多く収録されたビートルズのアルバムとなった。アイオンというは、LSD からインスピレーションを得て書かれた楽曲で、哲学的な要素を持った歌詞や、どもった、ギターリーフや不協和音が特徴となっている。本作のレコーディングは、リズムトラックが完成した後に、マッカートニーが、 ベースのパートをオーバーダビングした初の例となっており、以降のビートルズの作品で主流となった。音楽評論家から肯定的な評価を得ており、特にマッカートニーのメリスマを彷彿させる歌唱法が称賛された。ハリスンは1991年にエリック・クラプトンと共に行った日本ツアーでオープニングナンバーとして演奏した。楽曲が発表されて以降、 セットニュージェント、スミザリーンズ、シーア・ギルモア、メルビンズらによってカバーされた。ジョージ・ハリスンは、1966年初頭に、I want to tell you を書いた。同年、ハリスンは、インドの伝統音楽の要素を取り入れた楽曲や、LSD の服用からインスピレーションを得た楽曲を制作することでアイデンティティを確立し、レノン・マッカートニーと肩を並べる評価を得るようになった。 本作についてハリスンは、書ききれない、言い切れない、伝えきれない、そういう雪崩のようにどっと襲いかかってくる気持ちについて書いたものと語っている。音楽評論家のヤン・マクドナルドは、1回目のブリッジの b ッド If I See m t o Act Unkind It's Only Me It's Not My Mind That Is Confusing h i n g s を、コミュニケーションの難しさを東洋哲学のアプローチを、 適用して表現した例として挙げている。I want to tell you のキーは A メジャーに設定されていて4分の4拍子となっている。曲のオープニングとエンディングでは音楽ジャーナリストのリッチー・アンターバーガー曰く1966年のイギリスにおけるモッツロックの典型となる低音域を加工するギターリフが演奏されている。曲は8 days a week と同様に フェードインで始まる。レコーディングで使用された1905年製のスタインウェイバー・ティグランド。I want to tell you はリボルバーのセッションで取り上げられた三作目のハリスンの作品だがセッション開始時点ではタイトルが決められていなかった。完成した楽曲にタイトルをつけないハリスンに憤慨したジョン・レノンは冗談めかしてラブ・ユー y の仮タイトルグラニー・スミスから派生したグラニー。 スミスパートフリギン2と名付けた。また、レコーディングエンジニアであるジェフ・エメリックからは、同じくリンゴの品種から、ダクストン・エス・スペルブと名付けられた。1966年6月2日に、EMI スタジオで、レコーディングが開始された。ハリスンのレスリースピーカーに通した、リードギター、ポール・マッカートニーのピアノ、リンゴスターのドラムスの編成で、リズムトラックをごテイク録音。 このうちのテイク3をオーバーダビング用のマスターとして採用し、レノンのタンバリンが追加された。キトラックを作るためにリダクションミックスを行った後、ハリスンのリードボーカルとレノンとマッカートニーのハーモニーボーカル、そしてマラカスがオーバーダビングされた。また、ブリッジの終わり部分とバースの E79 コードの上にハンドクラップと追加のピアノが加えられた。 6月3日のオーバーダビングセッションでマッカートニーのベースがオーバーダビングされビートルズのレコーディングにおいてベースが単体で1トラックを独占してオーバーダビングされた初の例となったこの日のセッションでタイトルが一度 I don't know に変更された後6月6日にリミックスやテープをコピーする作業を行うまでに現在のタイトルに変更されたイギリスでは7月に EMI がアルバムリボルバーの収録曲を各ラジオ局に配信していた。アルバムリボルバーは1966年8月5日にパーロフォンから発売され、I want to tell you は B 面5曲目に収録され、全曲には合法的な医療行為と偽り、アンフェタミンをはじめとした薬物を処方していた医師をモデルとしたレノン作のドクター・ロバート、実曲にはマッカートニーが、 マリファナの影響下で書いた g o d t get you into my life が配置された。メロディメーカー氏はギターとピアノのモチーフとボーカルのハーモニーのコンビネーションを称賛している。アラン・ポラックは本作の加工するギターリフを本作のハイライトとし曲冒頭から曲全体のトーンを決めるこれまでにない素晴らしいオスティナートパターンの一つと評している。 プロデューサーでミュージシャンのチップ・ダグラスは、モンキーズのプレザント・バレー・サンデーのギター・リフは本作に基づいたものだとしている。リッチー・アンターバーガーは、本作の興味深く独特な性質とボーカルパフォーマンスを称賛していて、特にマッカートニーのボーカルについて、ロックにおける偉大な高音域の男性ハーモニー、シンガーの一人と言えると評している。出展。 ありがとうございます。